自走榴弾砲、自走対戦車砲、自走迫撃砲、自走ロケット砲、自走砲は、大砲を自走可能な車体に射撃可能な状態で搭載した、兵器。装備する大砲の種類によって、自走榴弾砲、自走迫撃砲、自走無反動砲、自走対空砲などがある。過去には、自走急砲、自走対戦車砲、自走不評砲なども存在し、 小型トラックに砲を乗せただけのものから重さ120トンを超えるカール自走急砲まで多種多様な自走砲が開発された。運用する軍組織によっては突撃砲や砲戦車などとも呼ばれた。21世紀の現在では単に自走砲といえば自走榴弾砲を指すことが多い。レール上を移動する列車砲は自力では移動できないので自走砲ではない。また近年では 牽引式榴弾砲の中には、陣地展開時や陣地変換のために補助エンジンによって短距離を自走できるものもあるが、これも自走砲には含まれない。トラックの車体に榴弾砲を搭載した、カエサル 155mm 自走榴弾砲。キャビン部分には、走行が施されている野戦で砲兵が扱う、大砲は人間あるいは牛馬。 自動車などによる、牽引式で移動するが、迅速な移動には、問題があった。射撃陣地に到着後、牽引状態から、射撃状態に移行し、射撃後に移動するため、再び牽引状態に戻すのに、時間が必要である。また、大砲は徐々に大型化し、人、馬が扱うのには、困難なほど大型化し、重量を増していった。自走砲は、このような問題を解決するために生まれた。 大砲兵レーダーが発達すると、自走砲の射撃後の陣地変換が非常に重要な要素となった。同じ位置から射撃を続けると、弾道を電波で探知、計測する敵の大砲兵レーダーによって発射位置が特定され、砲やミサイル、空爆による反撃を受ける可能性が高くなる。これを避けるために数発砲撃した後に素早く移動するための機動性として、 自走能力が必要となっている。さらに、射撃管制装置と自動装填装置の進化により、短時間に大量の連続射撃を行うバースト射撃能力が求められている。バースト射撃能力の例として、ロシアの 2S19 では、持続射撃時には毎分2発の砲撃を行うが、バースト射撃の際には毎分8発の砲撃を行うことができる。このか。 最新型の自走榴弾砲では単一の方から発射された複数発の砲弾が同一目標にほぼ同時に着弾するように工業核から少しずつ業核塗装薬量を小さくしながら連射するマルシ砲撃を可能としている。マルシ射撃が可能な自走榴弾砲としては南アフリカの G6 から52やドイツの PZH2000。 スロバキアのズザナ、スウェーデンのアーチャーなどが挙げられる。また、陣地展開から射撃、再移動へのプロセスの時間短縮も重視されている。ドイツの PZH2000 では、8発,発を発射する砲撃任務を射撃準備に30秒、射撃に1分、撤収に30秒と、わずか2分間で完了できる。ただし、蒸気のようなバースト射撃能力やまるし、 射撃能力などを持つ自走榴弾砲は、高価な上に重量も大きくなるため、調達数が制限されたり、輸送機による空輸に支障が出たりするようになった。このため近年では自走砲の原点に立ち返って、迅速な移動に焦点を絞り、トラックの荷台部分に、榴弾砲を搭載する自走榴弾砲も登場するようになった。代表的な例としては、 フランスのカエサルやイスラエルのアトマス2000などが挙げられる。トラック利用型の自走榴弾砲は、牽引式榴弾砲と同様に操作、装填されるため連射性能が下がること。また、車体が走輪トラックなため不正地頭波能力や防御力が、早期車両型より劣ることが弱点であるが、低コストなのが利点である。戦車と自走砲を分ける境界線は、幾分曖昧である。 21世紀現在、近代的な戦車には移動する物体を砲撃する能力や、自ら移動しながら砲撃する能力が備えられている。対して自走砲では、自衛戦闘時に直接射撃が行えるように、照準機を持つものもあるものの、あまり重視されていない。自走砲では、長距離の目標へ向けてどれだけ多くの砲弾を短時間で投射できるかがより重要となる。 戦車の砲弾は、比較的近距離の低身弾道を高速で飛翔して、短時間のうちに目標に弾着することを想定しており、敵戦車を攻撃する場合のように硬い目標に、対しては、鉄鋼弾や成形作薬弾が用いられ、軽装甲車両や人員のような柔らかい目標には、多目的対戦車榴弾が用いられる。 第二次大戦中には、視界内の目標を直接砲撃する、対戦車自走砲なども多く用いられていたが、現在、自走砲と呼ばれ、対地目標を砲撃するものの多くは、自走榴弾砲である。自走榴弾砲の砲弾は、放物線を描いて、遠距離まで投射される。自走砲の射程は1 5トル程度から3 0トルほどが、多いが、PZH2000 では、 ラップ弾を使って射程 56km を有する。誘導砲弾の開発が進められているが、2009年現在量産されるまでには至っておらず、ほとんどが無誘導なので、目標への直撃よりは炸裂することで加害する、榴弾が用いられる。戦車の砲塔は360度全周旋回が可能なものがほとんどであるが、自走砲では、 車体前方の限られた範囲しか歩を動かせないものや、砲塔そのものを持たないものもある。遠距離へ曲射する自走砲では、直射する戦車より、行革が大きく取れるようになっている。大口径砲を搭載する自走砲では、車体後部に中敷を備えて、車体の動揺を抑制するものもある。敵と目視距離まで近づいて、最も危険な戦場を駆け回る戦車では、 主に敵戦車が発射する、鉄鋼弾、成形作薬弾、粘着榴弾や、不評や軽車両、攻撃ヘリコプターなどが発射する、対戦車ミサイルの直撃に耐えられるだけの装甲を備えるように設計されているのに対して、戦闘に対し、比較的安全な後方から、間接攻撃によって参加する前提の自走砲では、敵砲弾の直撃に耐えるのではなく、 周囲へ弾着する砲爆撃から飛散する破片や爆風や機関銃による銃弾程度に耐えられれば良いだけの比較的薄い装甲になっている。このため装甲を持たない自走砲も存在する。本来、戦車は防御された陣地の突破を目的に開発され、自走砲は大砲に機動力を与えるため開発されたものである。ただ、抗議に戦車であっても、 競技では自走法の任務も果たす場合があり、その逆もある。構造的にはほぼ同じ兵器であっても、国や時代が異なれば違う分類になることもある。運用する兵器や元となった開発目的がそのような兵器の分類を規定することがあるが、それも変化しやすく明確な分類法とはならない。例えば第二次世界大戦のドイツ国防軍では、無法等の戦闘車両が戦車部隊に、 配備されれば、駆逐戦車、砲兵部隊に、配備されれば突撃砲、密閉装甲を持たないと自走砲と呼ばれた。日本の場合、戦車部隊では、砲戦車、砲兵部隊では自走砲と呼ばれたほか、しばしば前線の戦車部隊が独自に自走砲を、砲戦車と呼称したケースもあった。一方、イタリア軍やソビエト連邦軍では、配備先や防御方式による分類はされず、 すべて自走法と呼ばれていた。日本語では戦車の数詞は量で数えるのと同様に自走法は量である。なお、列車法も同様に量で数えられるが、これは鉄道車両としての分類からである。一方、自らで機動力を持たない牽引法は門で数えられる。ありがとうございます。